こんばんは。体操服ってそんなわけないだろ。 しかも今時こんな体操服なくない？うちこの体操服着たことないんやけど。なんかさ、この形はあるけど、ここが黒ってなくない？青じゃない？青青、赤とか。な、さすがにさ、体操服でやらんやろ。バカすぎん？体操服ってここにさ、学校名と名前書いてあるからな。やばすぎるやろ。こんなさ、ショールームで学校名と名前さらすほどバカじゃないって。 しかもこの服着るとさ、毎回さ、体操服着てるって言われる。これ、この服とアディダスのこのタイプのやつあるやん、姉ちゃん持っとるやん。これ着るとマジで毎回「え、体操服？体操服？」そんなん体操服着るわけないやん。ちょっと考えてから物言った方がいいで、みんな。そんなわけないやん。かわいいやろ。アップル、アップル。かわいくない？これお気に入りなんやけど。X ガール。かわいいやろ。お気に入りやのに。この可愛さが伝わらないのがとっても残念やわ、私は。はあ、悲しい、悲しい。下はスカートです、普通に。かわいいやろ。普通にこの T シャツにジーンズとかめっちゃよく夏しとる。かわいいから。シンプルでよくない？かわいいでしょ？と思って私は 結構とか今日みたいにスカートとかめっちゃ多い。こういうのにスカートめっちゃ多い。いいでしょ、いいでしょ、羨ましいでしょ。え、ブリーチのさ、死神代行編とさ、間違えたわ、死神代行消失編とか、そこで13番で。3番隊なんちゃらへん、もう漢字読めないわ。おおー、ついについについにじゃないか。嬉しい、出てるじゃん。イエイ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 、嬉しいんだけど。映画も見れるじゃん。でも7月31日までだって映画見れるの。やばいやばい、見ないと。何？しゃっくり。そう、びっくりした。どっから声出たの、その声って思うような声出てたから。我慢したけど無理だった。うん、びっくりしたよ、お姉ちゃんは。どっから声出たん？変な笑い方しよんか思て。なっちゃったよ。ちなみにユリナが一番ブリーチの映画で大好きなのは、もう一人の漂流丸と、あとは、あれ、地獄編。あ、地獄編だっけ？地獄編、あれが大好きです、映画は。なんかその他になんかあったっけな、全然覚えてないよ。それがお気に入りなんです。いっぱいあるよね。あ、これも見えるって。もみじやつでも、もみじのやつあんまり、やったな。私的にはもう一人の漂流丸はね、とっても面白かったよ。大好き。
見れるじゃん、見たいね。あとブリーチが今度10月から始まるから、死神代行消失編とそのなんちゃらねコテージサンバダンルンチャル編が見れるからさ、見ないとね。そうそうそう、鼻むずむずする。君の名を呼ぶ、どんな話？君の名を呼ぶってさ、映画さ、映画やんな。どんなんか覚えてる？みんな全然わからないけど、私全然覚えてないわ。全然覚えてもらってん全然覚えてないわ。あのね、地獄編は私映画も見に行ったので、 DVD も持ってんの。そうそうそう、 DVD も買ったんですよ。だから地獄編はよく見てたんですけど、一番好きだけど、この君の名を呼ぶはマジで全然覚えてないわね。全然覚えてない時って感じ君の名は知ってる。だってなんか言うのもそれは出てくるけど、ブリーチのそっちはマジ出てこん。もう一人の漂輪丸はマジで大好き。いいよね。めっちゃいいよ。今日もブリーチ見とったんだって。いや見てない、全く全く見てない。いや見ないとなーって感じ。そうそうそう、見ないとなーって感じだけど、全然見てないですでもやっぱり、私は映画はやっぱりその2つが好きですね。もう一人の漂流丸と、もう一人の漂流丸。でも久しく見てなさすぎてるな。久しく見てないわ。地獄編が一番新しいから一番見てるんやけど、一番見てるんやけど、覚えてるんやけど、私はもうクシャナーダの力を借りて、めっちゃ強い力を、あの黒糖を倒すためのめっちゃ強い力を得た、あのキーホルダーが欲しくてめっちゃガチャガチャ回したのに、私の一個前の人がそのガチャガチャを引いちゃって、絶対出えへんやんって言って、ほんま出えへんかったけど、ショックな思い出しかないわ。映画館で回したガチャガチャ懐かしい。めっちゃもう何回もめっちゃ回してんのに、もうめっちゃダブりまくってんけど、何回回しても結局出えへんかった。ちなみに私は映画が上映されてる時のブリーチのオープニング、ランブのシドさんのランブのメロディーだったんですけど、その映画用にこの普通の今までのオープニングの間とかにその映画のシーンが入ってたりとか、ちょうどめっちゃその映画が上映されてる時のオープニングめっちゃ好きやったの。映画のようにシーンが入っとったりとか、あの歌のサビ、あれランボのメロディーだったよね、あの時。そう、それでそうそうそう、
サビに入る前の一番好きなのはやっぱりサビに入る前、入る前のとこにその地獄編のキャラクターの黒糖っていうのがおんねんけど、その黒糖が確か「ようこそ地獄へ」って言ってサビに入んねん。静かにってサビに入んねんな。それめっちゃ好きで、ちょうどそのブリーチの映画地獄編が上映されてる時にそのテレビでやってたオープニングがそれ仕様になってて、めっちゃそれがお気に入りで、もうねめちゃくちゃねお気に入りなんですよ。すごい。その時の覚えてる人いないかな、見てたよって人いないかな、分かんないかな。その格闘技ね、めっちゃ迫力はすごかったよ。バンバン、めっちゃうるさかったけど、でかい音って思った私初めてだったんですよ、映画館で映画を見たのが。あ、初めて、ん、初めてだったかな。初めてで、もうね初めての映画で、しかもああいうのってさ、アクションだからめっちゃあの効果音がでかいの。言葉より効果音がめっちゃでかいやん、ああいうやつって全部。でもマジで耳飛んでいくかと思った初めての映画館うーってなった。めっちゃびっくりした、でかすぎて音がうわー。でも言葉になると、セリフになるとやっぱちょっとちっちゃいの。ちっちゃいっていうか、もう普通に聞き取れる。なんか DVD で借りた時もめっちゃ効果音なるとバカでかいのに、喋るになると一気にちっちゃくなるから、めっちゃボリュームが大変。効果音だとちょっと音下げんとバリうるさいけど、下げたら下げたで今度セリフ聞こえへんから、その時はこうやって上げろっていうのをやるんですけど、どうですか、皆さんはあるあるじゃないのかな、映画あるある、そういうアクシーンだって、アクションとか、なんかそういう SF とか、なんかそういう映画とかは結構そういう感じがすごいするんだけど、なんか映画あるあるかなって思うんですけど、みんな的にどうだろう。私的にめっちゃそう思うでも私その初めてブリーチの黒糖の、あ、じゃあブリーチの千年決戦じゃない、ブリーチの地獄編を見た時にめっちゃなんかやっぱ普通にテレビでさ映画見るよりさ、なんかやっぱインパクトがでかすぎて、やっぱすごい印象にめっちゃ残るわけ、いろいろと。でさ、なんかさ黒糖、そう、知らない人はさネタバレになるかもしれんけど、黒糖がさ、まあ、いわゆる復讐やん、あれって。そうあれって罪を犯した人たちが、あの、まあ、いわゆる地獄よね、天国と地獄って感じで、そう、天国地獄やから、その題材に罪を犯した人たちがいっぱいおんねんけど、その黒糖がなんでそうなったかみたいなのね、結構ショックだった。私はいちごも妹二人おるやん、黒糖も妹がおって、でその妹のためにその相手を、そうボコボコにしちゃって、それで地獄行きに なったんですけど、すごいね、ちょっと悲しかったわ私は。そう、めっちゃ怖かってんが、なんかもうあれ、あの時高校生やったかいな、自分なんかちょっとめっちゃ記憶薄いねんけど、あの黒糖があのいちごがホロを犯してこうセロを打って、それで鎖が切れ、あの鎖って本当は切っては絶対いけないものなんだけど、あれあの威力で鎖がちぎれて、全部ちぎれた、やったーってなった瞬間、地面からめっちゃもうすっごい数の鎖がめっちゃ出てきて、グサ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 って刺さって、黒糖を鎖でぐるぐる巻きになって、もう下にズボーンって引きずり込まれんのな。もうその時ってなった。私はもう衝撃的すぎて、ちょっと若干ね、その見た数日ぐらいはトラウマだった若干トラウマだった。
そう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 、そうなの。でその地獄の霊気はなんかそう、いちごのフォロー化をすごく呼びやすくしてしまうから、そう気をつけとかないといけなかったんですけど、そうそう、めっちゃね、でもね、すごいね、かっこよかったよ、クシャナーダの力を、あ、地獄の番人ね、クシャナーダの力を借りて、いちごが、なんか、なんだっけな、なんかね、かっこいいセリフ言ってた、忘れちゃった、なんだっけ、なんか、お前はもう一度、地獄で罪を償ってこい、みたいな感じのを言うのよ、こうやって。めっちゃ私、オタクやけど。オタクみたい。まあ、いっか。そう、ね、言ってね、こうやってやってんの、かっこいいってなった。わかるかな、ちょっとね、もうセリフとか全然覚えてないわ、まあ、なんせ十何年前の話やからね、もう見てない、そっから見てないから、まあ、待ってない、なんか、なんだっけ、あのね、そう、もう一個あるの、あのね、誰かわかる人いないかな、あのね、なんか、なんだっけな、マジで出てこない、なんかこ、なんかね、ニュアンス的に言うと、なんかこいつらは、こいつこのクシャナーだね、こいつらってな、こいつらが俺に力を貸してまでお前を地獄からなんか逃がさねえよってなんか言ってるんだみたいな感じのことを言ってんの、イチゴが。かっこよかった。正式なセリフが全然出てこない、でもね、ニュアンスはそんな感じ。え、てか10年前だってやばくない、それが。なあ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 、10年前やねんって。一緒に見に行ったよな、うん、せやんな、12年前とかやって、めっちゃ昔じゃない。確かに自分だって、あれ自分何歳だった、あの時。ねえね、小学生6年生だ、小6だ。めっちゃ前じゃん、うちもう23なんだが。怖すぎる。小学校6年生だわ、そういえば。え、にしてはよう覚えとんな、自分。小6やけん。小6やけん。しかも初めての映画館やったから、余計に、おーってなったんかもしれん。めっちゃ面白いな。そうそう。そうなんだよ。いちごの。あ、そうだ、それでさ、そうそう、あのルキア鎖生えちゃった、ルキアじゃない、ルキアも鎖生えたけど、なんかこいつは地獄の霊気に耐えられなかったみたいな感じで、そしたらチャリーンってこっか鎖、あのあれレンジとさ石田も腐ってたよね。ね、あとあれだ、あれ誰が鎖入ってたっけ、あのいちごの妹、名前忘れたわ、ゆずじゃなくてもう一人の方、あ、そう、あ、かりん、あれゆず、違う、あ、ゆずちゃんが鎖が生えてたんや、うん、そう、鎖が生えてて織姫に助けてって言ったけどバチーンってなっちゃったの、三点キッシュが。そしたら鎖があって、もうこれはダメだってなったけど、なんかね、助かったよね、なんでだろうね、めっちゃびっくり。でもめっちゃかっこよかったよ、私はレンジの、あの、なんか黒糖に、黒糖だっけな、あ、そうそう、黒糖に裏切られた時に、なんかもう一度お前の妹をさらってこようかみたいな感じでめっちゃ言われて、でもいちご怒って、あれホロー化して、それでこうなった時に、あの強制的にさ、あっちの世界に返すので、こうやってそのピーンって折ってさ、返したやん、かっこいいって思った、思わない？自分たちは戻れなくてもとりあえずいちごだけ戻そう、よいよよいよいよい、課長よいよい、課長よいよい、キャーブリッジ、早く千年決戦編楽しみだね。
あー、楽しみ楽しみ。でもみんな千年血戦は心して見た方がいい。今までのブリーチとはまたちょっと違うからさ、私はいろんな意味でもうショックだ、ウィーンってなりました。レンジかっこいいよな。わかるわかる、レンジ好き、普通にかっこいい。レンジ好きです。普通にかっこいい、みんなかっこいい、マジでみんなかっこいい。だってみんな強くてみんなかっこいい、いいんですよ。でもなんか強くてかっこいいなとかって思うよ。そうだね、なんか自分的にね、私の、推しの京楽さんも強くてかっこいいなってすごい思うし、あとはケンちゃん、ザラキ、ケンパチはかっこいいよね、強いから 強くてかっこいいって思うのは、まああとは源流祭だね。強い強いよね、圧倒的な強さだからね。だって千年間一番隊を変わったことがないっていうぐらいだから強いね、強いよね。好きじゃないけど強いって思うのはアイゼンだと思う。私アイゼンのこと好きじゃない 好きじゃないけど強いと思うのはアイゼン でもなんか京楽さんとかケンちゃんとかは男の子好きそうって思うんだけど、どうなんだろう。かっこよくない？なんかすごいかっこいい男だぜ、イエーイみたいな感じがさ、あるから、なんか人気高そうって思ったんだけど、どうなんだろう。白夜もでも確かに最初の方の白夜ってめっちゃ強いっていう風に書かれてたよね。まあ強いんだけどね、普通に。白夜は強いし、でも確かに千本桜はマジでかっこいいと思う。確かにめっちゃ綺麗、かっこいいと思う。顔もめっちゃ美人だし。でもさ、顔がさ、あまりにもさ、すごいイケメンで美人だとさ、あまり男の人がさ、僻んじゃうじゃない。やっぱさ、京楽さんとかさ、ケンちゃんみたいにさ、ちょっと男気あふれるさ、綺麗っていうよりかもうかっこいい男だぜっていう顔の方がなんか好きそう、男の人は。知らんけど。だっていつも私がさ、シロちゃんとかさ好きとか言ったらさ、あら、そうやってそうやってっていつも言うやん。もうそうやって僻んでくるからさ、やったらなんかそういう方が好きやねんかなーって思ったりしたんやけど、どう、ちょっと気使って言ってみてんけど。いや、私渋いのも好きなんですよね、結構。マユリが好き、わあ、めっちゃ変わってんじゃん 変わってんじゃんとか言って失礼やけど、めちゃくちゃ変わりもんじゃない、マユリなんて。だってめっちゃ変人じゃん。まあ研究者っていう時点で変人だもんね。なんかもういろんな試作品やってるし、実験体にいろんなものを実験体にしちゃってるから、変人っちゃ変人な変人な気するな どうなんですかね。ねえ、もう私浅葱地蔵がなんかすごいさ、めちゃくちゃ微妙よね。芋虫ちゃんだって最初ちょっと気持ち悪かったけど だって赤ちゃん、地蔵赤ちゃんみたいなの芋虫だからね。まあ蝶々にもなるんだけどさ、芋虫じゃん、わーおってならない？最初のインパクト私結構衝撃だったんだけど、おおって おおってなるんだけど 個人的にね、
キスケも強い。あー、キスケさんね。浦原さんも強いね。だってもともと体調だったでしょ。そしたらあれ、萌えちゃん、夜市さんもね、めちゃくちゃ強いよ。かっこいいし、なんか夜市さんとかソエフォンとかはすごい女の子も憧れるかっこいい女性って感じがすごい自分の中でする。あ、でも違う意味でめっちゃ怖いのは、あの宇野花さん、合ってる名前、宇野花さんが怖い。あの人は笑顔でめちゃくちゃ怖い笑顔でめっちゃ怖いから、めっちゃ怖い。ああいう人が一番怖い、確かにって思いますそうで、めっちゃ思うんだけど一番怖くない？でもめっちゃ強いよあの人本当は。そう、多くは言わないんですけどね、強いよね本当はめっちゃ強いんだよ本当にあの人実は。ぜひ楽しみにしといて千年決戦編。うん、みんなは誰が好きですか？ブリーチだと。あ、でも結構みんな、なんか前も聞いたな、時は結構なんて言うんですかね、織姫だったり、あとはランギクさんとかって言ってたの。私あんまりそっち系のキャラクターも好きじゃない。でも一丸銀とランギクさんは好きよ、そのペアリングは大好き。とりあえず一丸銀はマジでかっこよかった。なんかもう最後の最後でめちゃくちゃかっこいいってなった。それまでは正直な敵キャラだったじゃないですか。裏切った側になるからなんかって思ったんだけど、でもね、なんでかっていうのを知ったらね、もうマジでかっこいいなってなりますよめっちゃかっこいい、一途だなというか、そう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 、すごいなってめっちゃ思いますよ。イエスイエス、うん、あれ、ねえ、なんか頑張ってねえ、頑張ってめっちゃフォルダー読み込んでたのにさ、あのまさかのさ、フォルダー読み込んでたのにあと 20% ぐらいだったのでさ、あの、あ、やったーって思ったらまさかのさ、あのまさかの最初に戻ってるんだけど、ねえありえない、もうちょっとなんでやね、もう一回もう一回チャレンジ。今日しかも実はこれ今やるんで3回目、何回やんねんって感じやろ、ほんま最悪やわ。それでみんなの推しを聞くの忘れてた、ごめんよ。誰が好きやと、ちょっと失礼。アレンジが好きなんだ。おお、いいよね。わかるわかる、かっこいい。一心。あ、意外、意外というか、でもかっこいいよね。わかる。いや、なんか、あ、それこそ、あれ？死神大後編、あ、死神大後編じゃない。死神大後編？あ？もう出てくるか。地獄編も一心って出てこんかったっけ？出てきたよね。あれ気になってなかったっけ、全然覚えてないわ昔すぎてマジで覚えてない。でもかっこいいよね。だってさ、あんなにさ、なんかさ、お母さんラブ母さんだけどマジで強いからね、かっちょいいよね。うん、ねいいと思わないですかね。シロちゃんとヒサギが好きですと。ヒサギさん好きなんだね。あ、私今まで誰が推しですかって聞いた時、ヒサギさんって言った人お会いしたことないかも。初見です。
調べてみて、パッと見はアイゼン。アイゼン嫌い。やばアイゼンファンの人に殺されちゃうかもしれないけど、アイゼンあんまり得意じゃないの私は。オレンジ色担当のメンバー、オレンジ色？いちごですか？髪の毛オレンジ色だしね。オレンジ担当。白夜。ひさぎさんいいやつなのは知ってますよ。めちゃくちゃいい人ですよ。それぐらい知ってます。一番人気って誰なんですかね。知らない。調べてみるか。一番人気。でも。さブリーチ最近さあれしてへんからさ。な出た、また壊れた。もうなんか縦になっちゃう。何これマジで怖いんだけど。お化け。よし、なんかさ、なんかわかんない、私が見てた時って小学6年生だったんですよ。小学6年生の時にあれ電波悪い、もしかしてなの電波悪い？なんか止まったみたい。あ、動いてるじゃん。え？前は。それで私小学6年生だったからさ、多分今もしかしたらワンちゃん大人になってみたらあのキャラクターのあのあれも変わるかもしらんけど、小学6年生の時の私が見てたあの感じで言うと、ひなまりはあんまり。女性キャラだったら私やっぱりルキア、ヨルイチさん、ソヤフォン、あの辺が好きかもしれない。さよならモーリーさん見て可愛いなと思ってきましたって。嬉しい、ありがとう。さよならモーリーさんありがとう。前の前ぐらい出てた。嬉しい、ありがとう。かゆめ、あ、そう、それで何？ランゲクさんが好きなんだ。いいと思う。ヨナレ、ハイネコ。確かにランゲクさんはボンキュッポンだわね。ランゲクさんと織姫は確かにボンキュッポン。私が推してる、確かにそういう。あ、でもヨルイチさんはそんなことないけど。ソエフォンも、ルキアも、確かにボンキュッポンではない。どっちかというとキュッキュッキュッって感じ。総括いめちゃ好きやったね。なんかランキングってなんかよく分からんけど、どっかのランキング、どっかのランキング1位シロちゃんだって。2位がいちご、3位がルキア、4位が白夜、5位が銀、6位がケンパチ、7位が浦原さん、8位がひらこ。ひらここんな高いんだ。で9位がレンジ、10位が京楽さん、11位がゆるいちさん、12位がグリムジョー。あ、グリムジョーもね、確かに顔はめっちゃかっこいいわ。強いしね、あんま好きやなかったけど。あ、13位ソエフォンだ。あ、ひさぎさん来たよ。ひさぎさんここで14位で、ひさぎさんが来ましたよ。ひさぎさんだっけ風しにね。15位ウルキオラだって。16位アイゼン、17位石田、18位浮き竹さん、19位やちるちゃん、20位ランギクさん。おいー、すごい。
これ何年のが一番新しいんだろうね。あ、コミックス難関投票ってあるよ。これは何？コミックス。第4回コミックス36巻より、あ、さっき見たの私じゃあ違うの。さ、ねえまた変になった。もうムカつくんだけど。止まるじゃん。止まったっしょ絶対。縦になって動いてる。そうでしょ。戻したよ。さっきもそれになってね止まったんです。もうさ、ほんと何なの、怖いんだけど。てかもう何、あれがダメなんかな、あのもうなんかもう耐えられないのかな。あ、待って、これ単行本36巻。単行本って何巻まで、70何巻までか。あ、でもないんだ、書いてない。36巻までの投票しかない。あ、36巻がさっき私が読んだやつだ。でもな、どんなのメンバーもな、かっこいいからな、本当にさ困っちゃうよね。なんかよくわかんないや。ははは、ははははははは。よし、え、止まってる？だよね、止まってないよね、びっくりした。コメント欄で止まってん、気づいてないのかなってあったから、止まってないと思うけどって思ってた。よしよしよし、まあそんな感じでね、ブリッジが楽しみですねって。もうなんかさ、仕事もしない引きこもりニートだからさ、なんかネタなさすぎてさ、ちょっとネタなさすぎてさめっちゃアニメの話やって。さっき止まってたよ。だってどのさっきよ、動いとったよねずっと。何、うちらのここの公共の電波は動いてんねんけど、皆さんの公共の電波動いてへんのかな。それか住んでるとこの問題ね。一応ずっと動いてたよな。難しい難しい。いや、姉が聞いた時動いとったよな。時差あるけど、うん、難しいっすね。てってるてーん。あ、そうだ、私ブリーチの小説ね、まあ、聞きが途中までしか読んでないんだよな。そう確か、いやもうどこまで読んだか覚えてないねんな。なんならぶっちゃけ、あ、そのあれ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 とかなら覚えてる。あれ小説よね、あのね、あのね、出てこない。うん、読んだのも何年前すぎてちょっと出てこないんだけど、あのね、あれ、あのね、ちょっと待って、あ、思い出した。あ、いやダメだ、言っちゃいけんのんだ。あ、うん、あ、言っちゃいけんよ。千年決戦編見ないとダメだ、わかんないよこれ。ダメだダメだ、まだアニメで放送されたところまではこの話出てないよな。え、ダメだ、あ、出てないはず。あ、ケンちゃんのあれって出てるっけ。ケンちゃんのこのあれが出てないよね。あ、ダメだわ、なんだ言えへんわ。ああ言われへんわ。そしたら、あ、そのやつとかあったら覚えてるよって言おうと思った。そうそうそう、やっぱりその千年結成の続きやから基本的に全部言えないですね。だって、ね、言ったら全部千年結成の後やから、もう言ったら全部ネタバレやわ。ダメや、言われへんわ。ダメやった、言われへんかったわ、ごめんよみんな。
どこまでか、どこまで見たよっていう話をしようと思ってんけど、なんかもう何を発してもネタバレになるからやめとくわ。楽しみにしてるやろ、みんな千年決戦編。楽しみにしてるやろ、やから言わないで、言わないでおきますよ。だってさ、一番さ、ネタバレってもうムカつくやろ。わかる、わかる。ネタバレが一、ネタバレをされるのが一番ショックやん。しかもさ、これからさ、その放送されてるやつやったらまだいいやん。じゃあ放送されてへんやつに関してのネタバレ食らうのはさ、ピエンやろ。そうよね、そうよね、そうよね。S かわいい、マジで良かったです。だって、嬉しい、ありがとう。 S かわいい、超嬉しい。めったにない雑誌、ファッション雑誌の撮影だって2着だったから一瞬だったんだけど、でもなんか普段まあグラビア何回かさせてもらったけど、グラビアとはね、またもうメイクも絶対あんなに濃くないし、髪の毛もね、ああいう髪の毛でしないから、でお洋服ってすごい新鮮だったの。センター分けとか絶対やらんからさ、普段センターウェイ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 っていう髪の毛とかやらへんから、めっちゃ新鮮やったし、めっちゃ楽しかった、めっちゃ食べたし。そう、いいやろ。初見だ、初見、初見さんだ、どうも。似合ってた、嬉しい。可愛かったよ、だって。 Thank you。 アンケートの歯星はねーねのこと書いた、だって。なんだろう、歯星、歯星、なんだろう。歯星ってなんやろ、全然思いつかん。アートかだった、アンケートかなとか、アンケートじゃないわ、チェキかなとかって思ったけど、違うよな。はがきか、え、はがきって星になんの、ガキってこと。あ、ガキ、そういうこと。その単語に認識されるんじゃなくて、そっちの単語に認識されちゃうから星になるんや。はあ、難しいね。みんな点で書いてくれた。ガキがダメなんや。大変。むずいね。大変な。ブリーチ、星になるって原作完結してるからいいんじゃない？ブリーチ、星になる？ブリーチ、そっお星様になる。48グループだけ NG 基準が厳しいだって。まあでもそれは多分私たちを守ろうとこう厳しくしてくださってるだと思います、まあ、私、大人ばっかりじゃないやん。だってぶっちゃけ子供だったりさ、ホテルグループだとさ、小学生のメンバーだったり中学生のメンバーだとまだ全然子供のメンバーもいるから、やっぱりそういうメンバーにさ、まあ、ある程度大人になったらもうね、その割り切っていけるところもあるかもしれないけど、やっぱ子供だったりとか、ちょうどそういうね、あのいろいろ不安定になる時期の時に、やっぱりそうやっていろいろね、言われたりとか書かれたりとか、そういうのを守るために厳しくしてるんだと思うんですけど、まあちょっとたまになんでこのやつが欲しいなんねんやろうっていうのはありますけど、まあ、なんかなかなかそこまで細かくはね、多分設定ができないから
そう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 、ちょっとおかしくなことになってるんやけど、まあもうそれは仕方ないかなって思うところもやっぱりありますよね。うんうんうん。ルナのブリーチの話聞いて気になったけん漫画読み始めてます。だって本当に嬉しいんだけど、でもね私あれなの、アニメだからさ、ちょっと原作だと若干違うかったりするとちょっと若干話ずれてるかもしれない。あとアニオリもあるから、そうぜひよかったらアニメも見て、なんちゃら編っていうのでね、アニオリの話もあるんですよ。で結構ブリーチってその話が原作の話に追いつくとめっちゃね、こう道回りするための話めっちゃあんの、アニメってなんか全然その戦いとかじゃなくてマジ日常の話みたいなのが結構入ってきてたりとかするんですよ。だからそう、そういうのもあるから、まあよかったらあのアニメ見ての方がうちと話し合うかも。そう、アニオリって結構賛否分かれるけど、あー確かにアニオリはめちゃくちゃ賛否両論分かれるんだよ。でもそのなんかアニオリでも、アニオリでめっちゃいいってなるやつはいいってなるし、例えば原作あってアニメ化されますってなった時に、あまりにもすっごい話がすっ飛ばされてたりとか、全然違うものになってたりとかすると、結構原作ファンの人はえこれもう別作品じゃんみたいな感じで、炎上し燃えちゃったりとかすることもあるっちゃあるけど、でもなんかアニメもアニメでやっぱりね、だって漫画だとこんだけしか書かれてないものをアニメだと数秒に膨らましてすごい綺麗な映像で出してくれてたりとかするじゃないですか。そうなるとね、やっぱりなんかかっこいいと思ったりもするんだけど、なかなか難しいよね。わかる。なんか表現の仕方がちょっとやっぱり伸ばしてプラスになることもあれば、伸ばしてマイナスになることもぶっちゃけあるからさ、なんとも難しいね。これはもう本当に人の好みにもやっぱりあの分かれちゃうから、そうだね、それはもうその人の好みでっていう方がいいかもしれない。そう、だからまあ一番はもう原作読んでアニメも見て、そうでみたいなのがいいかも。だからもうその原作、まあ、原作がもう一番元じゃん、これがもう元 で、まあ、アニメがあって、まあ、実写化とかもよくあるけど、なんかそういうのはもうね、こうなんて言うんだろう、あまりにも違いすぎるんだったらもう違うもんとして見てもいいし、そう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 、アニメもそこまでその原作ずれてなかったら全然面白いと思うけどね。うん、ブリーチのアニメってどこで見られますか。だってどこで見れるんだろう、どこで見れるのかなどこで見れるんだろう今。Hulu とかネットフリとか見れないのかな。アマプラは見れないんですよね、私アマプラなんですけど、アマプラは見れなくて、そう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 。で今でもね、どっあのね、千年決戦編が始まるから、なんかいろんなね放送期間でその死神大工消失編と御帝十三倍体なんちゃらんちゃら編は今ね配信されてんの。どこだっけ、なんかねうちいいね押してなかったっけななんかいろんなあれあるの、 DTV とか Amazon プライムなんちゃらなんちゃらみたいな何個かこうあって、そこでそのなんちゃら編っていうのが今ね千年決戦編のためにんか見れるようになってるなってるんですけどそう、何編が違いますか。アランカル編、アランカル編めっちゃ面白いよう
そうだからね、なんか見れるやつは調べた方がいいかもしれない。そう、でもアマプラは見れないよっていうことだけ伝えとくわ。アマプラなの私。アマプラはね、見れません。見れません。見れない。今めっちゃ見たけどね、見れなかったわ。そうそうそう。なんかアマプラでもレンタルしないといけないやつとかあるし、あとそもそもなんかなかったやつもある。なんかそのこれを視聴そもそもできないみたいな感じになってるやつもあるから、そうね、見返すってなったら多分 Hulu とか、ネットフリとか、DTV とかになれば見えるのかな。なんかね、どっかのね、そう、期間でね、そのそれで特別に配信を開始しますみたいなやつがあったんだけど忘れちゃった。そう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 、なんかね、見れるやつはね、見れたんだよね。でもどれで見れたかな、ちょっと覚えてないんだけど、なんかね、いっぱいね、あったの。その見れるよってなって、これと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 これの期間で、その2つのなんちゃら編ってやつ、配信 がありますみたいなやつがあったんだけどね。覚えてないんだよね、私。忘れちゃった本当に。いいね押してなかったかな。でも昔すぎてちょっとあんま覚えてないな。載ってたんだよね。あ、これギャオだったらギャオ無料配信6月29よりだって。この死神代行編とこのなんちゃらなんちゃら編、これマジ読めないと、なんだなんちゃら改編は見れるって、なし、いいの押してるわ、なんか知らんけど ね、見れるっぽいよ、なんかいいね押してる。6月29から7日間限定だって。7日間限定か、終わってんじゃない？ 7 日経ったっけ、もう。なんかちょっと分かんないけど、そう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 、なんかね、あ、これ、あ、ほらほらほら、これこれ 私いいね押してるからさ、私のいいね欄さ見てみ。そしたらね、書いとる。あ、いいね押しとる。ブリーチの未配信エピソード固定中3番隊なんちゃらなんちゃら軍編317話から342話と343話から366が6月17から順番に各自配信スタートが、それが DTV とアニメタイムズ、U-NEXT、アニメ放題、D アニメストア、バンダイチャンネル、テラサ、J コムオンデマンド、まあ、ちょっと読めない。ネットフリックス、フール、ヒカリ TV だってよ。この2つのやつは、これ今私が言ったやつで見れるんだって。ですです。あ、ソウルソサイティなんだ。でさ、その漢字をカタカナ、私カタカナを漢字じゃん。私さ、もう本当に苦労したのがさ、いつもアニメでしかブリーチを見てなかったから、カタカナじゃん、音的に。わかる？でもさ、漫画で見るとさ、漢字なの、それをカタカナなの、当てがね。その漫画って振り仮名振ってんじゃん、それがさカタカナなのね。
むっちゃむずいの、わかる？今までさ、その文字で見てなかったからぶっちゃけ読めないんですよ。そうそうなの。だから千年決戦編の漫画を買った時に、そうめっちゃね読めない。だから私漢字で書かれてもマジで読めない、ブリーチのあれカタカナでしか。そうなのマジで漢字ばっか私漢字苦手やし、そもそもね漢字がね不得意でございますので、なかなかなんともまあまあって感じですよねだからむずいよね。だって当て字カタカナなんだもん、どういうことって思わん？そんなことありますって思っちゃった。そう。やばいでしょ？困ったもんだぜ。ああブリーチで原作読みたい。もうさ、コロナがもっと落ち着いてもろったら私漫画読みに行きたいわ。漫画喫茶とかに。私めっちゃ読みたいのあるんよ、いっぱいあるんですよ。それは何かって言ったら、なんか原作は続いとるんだけどアニメがもう途中までしか何作られてないっていうのが多くて、そうなんていうの、そのなんかアニメは見てるんだけど、でもそのアニメは終わっちゃったけど、でも原作は結局続いてるみたいな。だからそのアニメって途中で終わっちゃってるからさ、その先知らないのっていうのがめっちゃ多くて、そうだからそれを原作読みたいんだよね、続きを知りたくてそういうのがいっぱいあるから、それはね読みたいなってずっと思ってるんだけどさ、本当にコロナさん収まらなさすぎて本当にね全然見に行けないんだけど、本当悲しすぎる、泣きそう。そうマジでね、早く でしょ、漫画喫茶とか行ったことない。私も行ったことない漫画喫茶とかネットカフェとか行ったことないから、全然どんな感じか知らない。そういったことない。今までは結構漫画も全部ね、あのビデオ屋さん DVD 屋さんあるじゃん、レンタルショップで、そこでね結構レンタルしてたのうち。でもやっぱそれでレンタルって一冊何円じゃん、よりかやっぱりそういうなんていうの、何時間何本みたいなとこの方が絶対にね安いの、一冊で借りるより。だからそうって思ってるんだ、ブリーチもね私はもうほとんどそのリアタイも見てたし、あと DVD も借りて見てたんですよね。そうユイナ入り浸りそうだね。だって全然入り浸れるよ私の場合、全然入り浸れると思うよ。もうハマって、ずっとこうやひたすらこう読んでる。アニメもだからそうなの、私ハマるともうずーっと見てるから大好き。そう大好きなんです、ハマると
面白くて止まらない。そうなんです。12時間はさすがにいられないかな。そんなに集中力持たないし、目しょぼしょぼしちゃう。多分普通に寝そう。途中でそんなにいたら寝てそう自分。そう、スピスピしちゃう。まあ、いつかやってみたいなって思うけど、寝てもいいんやでやって、お金もったいないから、ちょっと私は呼べるだけ漫画を読みたいんだよね。そうなんです。今一番おすすめのアニメってありますかって。今一番おすすめのアニメ、何だろう。これが一番おすすめのアニメ、私あんまりアニメ今見てないんですよ、マジで。本当にスパファムぐらいガチで、本当にスパファムぐらいかな。全然見てないアニメ。スパファムですね。スパファムしか見てないですね。そうですね、スパファムしか見てないです。今めっちゃ本当に、見てたっていうのはスパファム。それ以外は特にな。コナン君とか、コナン君もずっと見てるからな。ワンピースもまたたまらしてるんですよね。そうそうそう、あと1週間分ぐらいたまってる。1週間分か、7本分かぐらいちょっと今貯めてます。そう、レッドが始まるまでに見ようと思うんですけど、でもこんなのね、7本分なんて1日あれば余裕ですよ。全然見れる。だって1本、まあ、オープニングエンディング飛ばしますってなると1本さ30分ないじゃん。20分ぐらいでしょ。だって余裕じゃん。全然余裕だよ。最近だからハマりのアニメとかないんだよね。もうスパファームめっちゃハマってた。だから体操服じゃないって、 T シャツだから。マジで 1.5 倍で見たりする。あー、それはしない。 1.5 倍では見ない。普通の倍速で見てるかな。そうかもしれない。そっか、アニメか。でもこの間はナルト見てたよ、超久しぶりに。そうナルト見てたりとか、なんかそう、結構振り返りで何回見るのも多いの。私結構何回も見てたりとかしたのはブラックジャックとかめっちゃ見てた。私ブラックジャック2回ぐらい見たんだけど、ここ2年の間ぐらいで。やばくない？超好きなんだよね、ああいうのとか、まあ、コナン君もそうだし、なんかね、
ちなみに私がコナン君、めっちゃ何回も言ってるけど、私がコナン君でめちゃくちゃ大好きなのは、まあ、超有名、もうこれは本当になんていうの、悲しい事件ってよく取り上げられるっていうか、めっちゃいいお話みたいなの取り上げられるから、もうみんな知ってると思うんだけど、まあ、私何回も言ってるし、好きなのはカラオケボックス事件。あのなんだ、同じバンドでやってた、そう、女の子が、そうそう、そのボーカルの人に釣り合おうと思って整形した途端、その男の人がめっちゃブスブスブスって言って、 それがきっかけでね、その女の人がその男の人を殺しちゃうんだけど、でも本当は昔のママの姿に本当は戻ってほしくて、で、まあ、まあちょっと見てよ、めっちゃ切ないから。そう、そのやつがめっちゃ切なくて好きなのと、あと思い出のレモンティー、タイトル知らないんだけど、思い出のレモンティーっていう、そう、お話があって、その話もめっちゃ好き。結婚式場、そう、その中学の時の先生かな、確か蘭姉ちゃんたちの、の、そう、思い出のレモンティー事件、その事件のタイトルが忘れたけど、でも確か普通に思い出のレモンティーって調べて出てくる。そう、あの話めっちゃ良いよ。あとめっちゃ有名なのは月光じゃない？そう、分かってて飲むやつ。そうなの。しかもそのよ、神父さん、そう、神父さんがね、神父さん、新郎新婦だよね。新郎を男性だよね、神父さんが女性だもんね。そう、あれめっちゃね、いい話だから見てみて。あと私はそれが結構、そう、やっぱめっちゃ有名なやつも好きやし、あとはあのね、なんだろう、あと何、あとは、あとあのあれ好き、あの爆弾事件、水銀島のやつ。白髪の女性がメインの映画は感動しましただって。あー、わかった、あれじゃない、白髪の女の人ってさ、あのあれでしょ、あの黒ずくめのさ、仲間の女性が記憶喪失になって、で、あのあれでしょ、その子供たち、結局子供たちをさ助けてくれたんですよ。でその女の人死んじゃったやつでしょ、イルカのやつ持ってたやつじゃないかな、違うかな。そう、揺れる警視庁1200万人の人質、何のやつそれ、何のやつだっけ。あ、松田刑事が出てくるやつか、あれめっちゃいいね、松田、ベルモットじゃない、ベルモットも出てくるけど、じゃないやつ、映画のやつだけどね、それは松田刑事のやつはめっちゃ良かったね。でもさ、その松田刑事とか、その刑事のやつが今回ね、その映画になってて、あのハロウィンのやつで復活してたし、あとあの警察学校時代、安室さんたちの警察学校時代のお話もアニメになってたし、めちゃくちゃなんかすごい人気になったよね。うん、どんなにが好き、あとあれも、黒ずくめだったら割とその名前の人忘れちゃったけど、名前、その映画のその博物のね、記憶なくした女の人も好きやし、あとあれも好きよ、あれ、あ、出てこない、あれだよ、あれ、あー出てこない、あ、もう最悪、名前なんだっけな、あー悔しい、出てこないよ、悔しい。唯一っていうか、自分の
映画ね、映画映画、あのあああれだよ、あの工藤新一だとコナン君を気づいたやつ、あのね、ほら殺されちゃったじゃん、このさ、なんかすごい SE みたいなのさ、もっと見えない、もっと見せてってこうやってジェニューやって、こうやってやったらさ、キャンディーだったっけ、違うな、やばいわ、その銃でパーンって撃たれる、あれ誰だっけな、黒ずくめの相手、それでさ、めっちゃさ、最後こうやってコナン君をかばってあげんので、パパパパーン撃たれて、あー誰だっけな名前、もう最悪、もう出てこないわ、今スコッチしか出てこないの、全然違うじゃんって感じなんだけど、あ誰だっけ、あの黒ずくめの人、めっちゃあのいい人、あー出てこない、マジで出てこないわ、黒ずくめの人だって、黒ずくめの人、あー何だっけな、かばってあげるんだよ、かばってあげんの、そう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 、それでコナン君が最後飛行機のバーンってやって、あそうよ、アイリッシュじゃない、アイリッシュじゃない、その愛欲しいって多分アイリッシュかも、コナン調べる、あ正解、アイリッシュでした、これ何の映画だっけ、漆黒のチェイサーだって、そうこのアイリッシュは自分で自分でさ、ちゃんと工藤新一って分かったよね、すごくない、めっちゃ私はもう驚いたぜ、それでファンタスティック、そうあれがね、とっても良かったよ結局ね、なかなか、てかコナン君もさ、いついろいろ完結するんやろ、なんか今いっぱいキャラクター出てきてさ、いろんないっぱいさ関係性が出てきてるじゃないですか、その赤井さんのあれもそうだし、いろいろその関係性が結構だいぶいろいろつ、あこことここ実はつながっててんやみたいな、こういう感じでつながっててんやとか、結構つながってるやん、全部コナン君のあの出てくるキャラクターっていろんな面でね、味方のキャラクターとかつながってんの、それがだいぶこうつながりがこうなってきて、そうあこことこここういう関係やってんやみたいな、こういう位置関係やってんやとかっていうのがすごい分かってきてんけども、いろいろさなりすぎてさ、これはどの範囲に完結すんねんかなってすごく思ってる、うん、なかなかこれを全て完結させるってなるとすごい大変そう、あそう伏線ね回収が、そうどうやって回収していくんやろうってすごく思ってる、コナン君も本当に私が亡くなる前に完結してほしいってめっちゃ思ってるぐらい、すごい好きな作品やから、そうやね、めっちゃどういう風にさ、まあ、完結するかなってとっても楽しみにしてますに終わってしまうのも悲しい、いやそれな、確かに終わって、あのそうすごい、そのわかる、てかもう充電なくな、充電 10% 切ったからショールーム終了します。
今日はちゃんと 100% にさ充電貯めてやったんだけどさ、もう1時間 半もなんだっけ、1時間ちょびっとなんですけど今配信して、そうそうそう、そんなだいぶもう 10% 切ったんで、そろそろ終了にしたいと思います。はい、じゃあ、13位デニーさん、12位岡山さん、11位キリアさん、10位ヤンさん、9位ジェリーさん、8位ナッティさん、7位チカイシーさん、6位タカさん、5位ハル太郎さん、4位マー君、3位ヨッピーさん、2位フフさん、そして今日の1位はメトロプリさんです。イエーイ。はい、というわけで本当にありがとうございました。というわけでですね、今日も見ていただきありがとうございました。明日の配信でまた、今日は舞台の方はね、千織さんが初日だったということで、明日も千織さんなんで、私はあさって出演しますんで、よかったらぜひ劇場に遊びに来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。というわけで今日もいただき本当にありがとうございました。ではまた明日の、ショールームでお会いしましょう。というわけで今日1時間ちょっと、もうほぼほぼアニメの話しかしとらんのですけども、付き合ってくださった皆さん本当にありがとうございました。それでは、また明日のショールームで、バイバイ。